ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今日はお前にいつもと違う話をしてやるぜ。違う話って、闇深画像についてだぜ。いつもは放送事故とかアニメの闇について話しているが、たまにはこういうのもいいかと思ってな。どうせなら可愛い話をしてよ。私可愛いのには目がないんだから。みんなが作ったふわふわのお菓子とか、お店で売ってる鍵や注射器の形をした可愛いピアスの話、聞きたいわ。話してやれなくもないが、この動画の視聴者は興味ないと思うぜ。興味があるとすれば、がっつりとした闇だろうな。それもそうね。まあ私闇も興味あるし、せっかくだから聞くわ。よしわかった。ということで今回は、闇が深い恐怖画像を解説していくぜ。まず最初に紹介するのは、この画像だぜ。この画像は、集合写真かしら。20歳くらいの可愛い女の子を取り囲うようにたくさんの男性が立っているわね。男性たちの年齢はバラバラね。若そうな人から年取ってる人まで様々だわ。そうだな。場所が屋外であることや、女の子と左端の男性が料理を乗せた紙皿を持っていること、左側にうっすらと煙っぽいもんが見えることから、多分この団体はバーベキューでもしてたんだろうな。バーベキューいいわよね。焼きたてのフランクフルトとかお肉大好きよ。私も好きだぜ。あれ本当にうまいよな。さて、この画像の闇の深さについて触れていくぜ。まず、おそらく彼らは大学か何かのサークルの仲間だと思うぜ。彼らの容姿は波程度で雰囲気も暗い。だが、どういうわけか目鼻立ちが整っていてきらびやかなオーラを放つ女の子がいる。霊夢、これはなんでだと思う？それは、彼女がオタサーの姫だからじゃないかしら。ああ、私もそう思うぜ。私だけかもしれないが、多数の暗い男性と明るすぎる一人の女の子って組み合わせ、かなり違和感があるし闇を感じるぜ。ただ、こういう人たちって話してみると結構楽しかったりするのよね。そうだな。特に女の子のすぐ右にいる男性、話すのうまそうに見えるぜ。ちなみに、この写真にはまだ闇があるぜ。霊夢、写真の奥手の方に目が細くて恰幅の良い男性がいるのわかるか？ん？いるわね。気がつかなかったわ。この男性もサークルの仲間だと思うが、どういうわけかちょっと距離があるぜ。それってもしかして、断言はできないが、この男性はサークルからいい目で見られてないのかもしれないな。これに関しては視聴者の意見も聞きたいところだぜ。よければコメントしてくれよな。次に紹介するのは、この画像だぜ。制服を着た女の子が写っているわね。電車の座席に腰を下ろして読書をしているわ。そうだな。それに加えて、彼女の両端にはたくさんの可愛いぬいぐるみが並んでいるぜ。多分この女の子が用意したんだろうな。電車内が空いている時間なら別にいいと思うが、画像を見る限り結構な人が電車を利用していることがわかるぜ。それにもかかわらず、こうしてぬいぐるみを並べるってのはあんまりいい気分はしないな。さしずめ、この女の子は自分の世界にどっぷり浸かって周囲が見えなくなってるんだろう。この状態で、自分の心の不安を解消するグッズを近くに置いときたいと願った。その結果がこれなんだろうがな。きっとこの女の子、ぬいぐるみのことが大好きで孤独が大嫌いなんだと思うわ。私もそうだから気持ちはすっごくわかるわ。だけど迷惑をかけるのは良くないわね。ああ、私も霊夢もこういった人を否定する気は全くないが、せめて迷惑をかけない範囲で楽しんでもらいたいぜ。次に紹介するのは、この画像だぜ。ひえ？これって、みんな大好きディズニーのキャラクターだな。ミッキーやミニー、ドナルドとかがいるぜ。見ればわかるわよ。こんなの見たら子供を大泣きするわよ。そうだな。普段は明るい世界で動き回っているキャラクターたちの被り物がこうして暗い倉庫に入れられているなんて不気味だよな。日頃からディズニーを好んでる人が見ればトラウマになること間違いないぜ。夢も希望もありはしないわ。次に紹介するのは、この画像だぜ。よくわからないわ。これってどういう意味？OK、順番に説明するぜ。まず、この画像は、ガールズチャンネル。っていうネット上の匿名掲示板の書き込みの一部だ。そして書き込みの内容から察するに、この時のテーマは不倫だろうな。これも、タレントのベッキーさんがバンドグループのゲスの極み乙女のメンバーである、川谷絵音さんと不倫をしたことについてだと思うぜ。私不倫は許せないわ。相手に対する裏切り行為じゃないの。そうだな。で、この掲示板の利用者の一人はベッキーさんをストレートに批判するコメントを投稿したぜ。その次に、別の利用者が他の利用者に対して不倫したことある、と質問を投げかけたんだ。それと同時に、したことがあるならコメント欄に表示されているプラスボタンをクリックし、ないならマイナスボタンをクリックしろと言ったぜ。その結果、プラスは800件以上、マイナスは1500件以上クリックされたぜ。800件ってことは、それだけの人が不倫を経験したことがあるってこと？そういうことだな。このことから、ベッキーさんの不倫を叩こうとした多くの人たちは不倫経験者であることが分かってしまったんだぜ。目も当てられないわ。人のこと言えないじゃないの。まあおそらく、
自分のことを棚に上げてまで誰かを批判したかったんだろうな。申し訳ないが、批判したいだけの奴の気持ちは理解できないぜ。次に紹介するのは、この画像だぜ。次行きましょ。おいおい、それはダメだろ。まだ何にも説明してないぜ。だって大体わかったもん。画像にはブレザーを着用した数人の女の子が写っているけど、真ん中の女の子の顔はシュークリームでベトベトになっているわ。周囲の子たちはシュークリームを持っているし、別の一人は真ん中の子にスマホのレンズを向けているわ。これを見て何が起こってるのかわからない人がいるの。単なるふざけ合いには見えないし、ここからわかることと言ったら、いから始まるあれしかないだろうな。私もあんまり言葉に出したくないぜ。人間ってなんでここまで残酷になれるのかしらね。しかもこの様子を遠くから撮影するなんておかしいわよ。もしかしたらこの事態を教師に報告するために撮影したのかもしれないぜ。そうかしら、どうせ SNS のフォロワーやいいね、の数を稼ぐための道具として使うだけだと思うわ。あ、すまない、チョイスをミスっちまったみたいだ。次は面白いもんを紹介するから次行こうぜ次。次に紹介するのは、この画像だぜ。万引きしたら体で償ってもらう。それに使用されてる画像、どこかで見たことがあるわ。ああ、超有名な DL、クソ味噌テクニックのワンシーンだな。主人公の道下正樹が、立ち寄った公園でガタイのいい男、阿部隆和と出会い、公園とトイレであんなことやこんなことをするって話だな。そんでこの画像は、道下が阿部さんの肛門に、って感じのプレイをしているシーンを切り取ったものだぜ。じゃあ体で償ってもらうって意味は、多分そういうことだぜ。万引きしたら肛門が悲惨なことになりそうだな。ちなみに、その張り紙を見てみると、ついでに警察にも突き出しますって書いてあるんだ。肉体的に無茶苦茶にされた挙句刑務所にもぶち込まれるとか、そんなことされたら万引きはもちろん生まれてきたことも後悔するだろうな。万引きダメ、絶対。最後に紹介するのは、この画像だぜ。この画像は、2016年に発売された女性向け雑誌、ドマーニの5月号の表紙なんだが、そこには、笑顔が似合う女性と、だって、幸せそうって思われたい？って言葉が見られるんだ。ふむふむ、この言葉についてだが、私はいついなくなるかわからない他人の評価が優先って意味が込められているように感じたぜ。幸せなふりをして生き続けるって大変だと思うんだがな。またネットでは、この言葉に違和感を覚えつつ、自分が幸せになることを優先しようとしない心の闇を指摘する声が多数上がったぜ。でもさ、私少しだけ気持ちがわかるわ。みんなから幸せそうだなぁ、って思われるとなんだか嬉しくなるじゃない？確かにそういう意見もあるな。否定する気はないぜ。そんなわけで、今回は闇が深い恐怖画像を紹介したぜ。今回の動画は人間の闇が多めだったわね。特にシュークリームの画像は見てて悲しくなったわ。悪い悪い、今度はお前が落ち込まないもんを選ぶよう努力するからな。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。